最近なんかおすすめのお菓子ある？最近はね、ハマなんってるお菓か、あ子は？れかな、最近定番、自分の中での定番お菓子しか食べてないね。サワークリーム？サークルも先食べてない。あ、食べてないんだ。何食べてんの？じゃがりこと、おう。あとね、最近無性にチョコが食べたくなって、なんかさ、あれ知ってるかいな、ブラウニーのお菓子。ざっくりしてるね チョコブラウニーみたいなお菓子。なんか大袋とかで持ってるんだけど、ファミリーパックみたいな。なん一かわ口かる。サイズのブラウニーが入ってるやつ。あれがね、止まらないの。やめられない、止まら止ないよ。まらない。本当に、こんなにさ、チョコ食べてたらいけないってわかるんだけど、もう手が止まらない。でもあるよね、なんか無性にチョコ食べたいって。袋を開ける手が止まらない。口に1個入ってんのにもう1個開けようとしてるみたいな。もうやばい。欲張りさんじゃん。そう、最近ダメだね。そのチョコブラウニーばっかり食べてる。私やっぱクッキーばっかり食べてる、自分で作って。いいね。お菓子作りいいね。しかもクッキーってさ、その冷めるまでをそこまで待たなくていいところがさ、ケーキとかだったらやっぱさ、ちょっと冷やしてからじゃないとさ、あれじゃん。それがないからね。ほんとただ混ぜて焼くだけみたいな感じだから。いいですね。そうで、なんか量もちょうど1回分ちょうどいい量作って、ごまを入れるのがね、自分の中でブーブー。ごまのクッキーって美味しいよね。ね、昔さ、今も売ってんのかな？なんかすごい薄いさ、クッキーみたいなさ、お花型みたいな。なんだっけ、ハーベス？あれハーベスだっけ？なんかその名前のやつ？あ、違う。だっけ？ごまがなんか乗っかってたやつ。あえ、ごったよまのっね。てたっけ、それ。ごま入りじゃなかったっけ？なんだっけ、アスパラ？アスパラだっけ、なんだっけ。そう。なんかあったよね。なんだっけ、あれ。なんだっけ、アスパラガスじゃなくて、なんだっけ。アスパラガスじゃないの、あれ。そんな名前だったっけ。違う？アスパラガスでしょ、あれ。なんでさ、あれアスパラガスなの。見た 目似てが似てる？るとか。似てもないけどね。ねでもあれはアスパラガスだよね。え。そんな名前だよね。美味しいね。久ね、しく食べてないけわかる。でもあれしけらせて食べるとめっちゃ美味しいんだよな。ど。違うよ。それは違うよ。懐かしいな、あれ。ね、食べてないな。食べてない。売ってないことはないよね、売ってる、売ってる。今もあるよね。選ばれないだけで。美味しいのにね。ね、美味しいって知ってんのにね、なかなか買わないね、あれ。バラバス。なんだっけ、40円とかぐらいで売ってるさ、チョコケーキ2枚入りのやつのさ、あれ最近ブームかも。美味しいよね。美味しい。ここ数日さ、すごい暑かったじゃない。暑かった。夏だったじゃん。チョコ溶けるよね。やめてほしいわって思いながら、ブラウニー食でべもて今年さ寒いよね。その冬はさ暖冬だったけどさ、そのなんか寒さが長引いてるよね。ね、4月中とかさ、普通にダウンコート着てた。ね、4月、毎年4月って暖房使ってたっけみたいなさ。ね、寒かった本当に。ねえ。それが急にね、昨日とかみたいにさ、バッて暑くなったらさ、スーパーでさ、チューパットを見てさ、チューペット？チューパットじゃなかったっけ？チューペット？
あ、夏だなとかちょっと思っちゃった。夏だね。夏だよね。うん、あれね。ね。よく食べてたけど嫌いだったわ。私も好きじゃなかった。なんかあるから食べるけど好きではなかった。ベタベタするじゃん。うん、しさ、なんか氷の味しかしないんだよ。氷とあの何？ビニールの味っていうか、あ、プラスチックの味しかしない。うんうん、私もね好きじゃなかった。でもなんかめっちゃ食べてた気がする、うん、食べるかって言われたらうーんって言っちゃうやつね。言っちゃうよね。うん、あとやっぱその持ち手がある方が食べたいなとかちょっとよく思うよね。あーね、いや結局どっちでもいいんだけどさ。どっちでもいい、ね、懐かしい ね、 ね、ちょ売ってる、売ってるか、めちゃめちゃ売ってるよ夏物コーナーみたいになってる、うん、スーパー夏だね。